の子も練習に来るよね。はい、その予定だと聞いています。よかった。この間の振り付け頑張って覚えたから絶対見てもらいたかったんだにゃ。リンは最近ずいぶん頑張っていますね。今まで以上に真剣に練習しているように見えますよ。えへへ、だってあの子に手伝ってもらってるから、リンもいいところ見せなくちゃ。そうですね、私たちもしっかり結果を出していきたいところです。それで部活いっぱい頑張ったら、あの子ともいっぱいお出かけできるでしょ。そうなのでしょうか。もうリンは一緒にお出かけをしたのですか。うん、陸上部の応援に来てもらったでしょ。一緒にラーメン食べに行ったでしょ。次はどこに行こうかにゃ。リンが行きたい場所で、あの子もきっと喜んでくれるところ。ドキ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 。ん、海ちゃんどうしたの。それはもしかしてデートなのではありませんか。二人は仲良しさんになったんだにゃ。大胆。あ、どこ行くか決めた。この間は豚骨ラーメン食べに行ったから、今度は最近リンがハマってる焦がしネギラーメンのお店に連れて行ってあげようっと。は？ラーメン屋さんには行ったんですよね。それにこれはデートなんですよ。もっとロマンティックなところとかいろいろあるじゃないですか。リンはデートだなんて言ってないにゃ。あ、そう言われてみると確かに。それに豚骨ラーメンのお店と焦がしネギラーメンのお店は別カウントにゃ。別カウント、そうでしたか。私ばかり気が焦ってしまってすみません。変なの、なんで海ちゃんが焦るの。そう言われてしまうと困ります。二人がとても楽しそうにしていたものですから、私がもっと応援しなくてはと。二人が楽しそう、リンとあの子って海ちゃんから見ても楽しそうに見える。はい、とても。そっか、他の人から見てもリンたちは仲良しさんなんだね。えへへ、なんだか急に恥ずかしくなってきちゃったにゃ。